長のチャンネル。こんにちは、工場長です。今日はこちら、どどん、めちゃくちゃおしゃれなチョコレート。先週私のお母さんがうちに遊びに来て、その時にお土産で買ってきてくれたものです。いや、大好きなんですよ、ダロワイヨ。でダロワイヨといえば私マカロンのイメージが強いんですけど、こういうもの、まあ今イースターの時期だからだと思うんですけど、こういう可愛いチョコエッグ型のチョコレート出てるんですね。すっごい可愛い、いちごになってて、なんか食べるのもったいないんですけど、中になんか入ってるっていうようなことを言ってたので、ちょっと今日はこの中身を見ていきたいと思います。正面にはダロワイヨと書かれたお店の名前ですね。それのチョコプレートがついていて、まあ見ての通りいちご、可愛いいちごですね。この時期にぴったりですよね、イースターといちご、両方今の時期っていう感じがします。いや、可愛い。よし、これで土台を出すと、あ、全部チョコレート、まさか。あ、すごい、これもチョコレートだ。下プラスチックについてるのかなと思ったら、土台ごとチョコレート。そして、振ると中に何か入ってますね。なんだろう、っていうか、いや、めちゃくちゃ綺麗だ。艶すぎて自分が反射して見えます。わかるかな、カメラ反射して見えないかな。それぐらいツヤツヤにコーティングされてます。すごい綺麗。もったいないな、食べるの。ちょっと開けていきましょう。よし、非常にもったいないけど、包丁で普通にパカッと割っていきたいと思います。ここに一応つなぎ目があるので、そこに沿ってちょっと刺そうか。いきます。怖いな、もったいないけど、ごめんなさい。いや、結構硬いわ。うわ、入った。お、あー、崩れてく。なんか寂しい。あー、なんだ、中に入っていたものこちらです。じゃじゃーん、亀のチョコレート。そしてこっちは多分エビかな、多分エビのチョコレートだと思います。で、色が違うからきっと味が違うんじゃないかな。こっちが黒っぽいツヤだからビター系、こっちがミルクチョコレート。ということで、中身はチョコレート、またまたチョコレートが入っていました。亀とエビ、なんで海の生物系が入っていたのかちょっとわからないんですけど、せっかくなのでいただいてみたいと思います。まずエビから。ビターチョコだ、ビターチョコ、ちょっとほろ苦い大人の味がします。そして亀の方も食べてみたいと思います。こっちはミルクチョコかな。ミルクチョコめちゃくちゃ美味しい。外側もビターチョコなので甘すぎず、かなり食べやすい。まあでも大人向けの味って感じかもしれない。ということで、今日はお母さんが買ってきてくれたダロワイヨのチョコエッグ開けていきました。とってもおしゃれで、しかも中に何か入っているっていうワクワク感、大人でもすごく楽しめる商品だなと思います。よかったら皆さんも多分この時期限定だと思うのでチェックしてみてください。そして面白いチョコエッグ知ってるよっていう方いたら、コメント欄でぜひぜひ教えてくれると嬉しいです。そんな感じで本日も最後までご視聴ありがとうございました。よかったらグッドボタンやチャンネル登録よろしくお願いします。今日はこれで終わります。バイバーイ。